UEFA チャンピオンズリーグ2012から13は58回目の UEFA チャンピオンズリーグである。2013年5月25日にイングランドロンドンのウェンブリースタジアムで決勝が行われ FC バイエルン・ミュンヘンが12年ぶり5回目の優勝を果たした。別記がない限り UEFA 本部があるスイスのニオンで行われる。1回戦。 二回戦の組み合わせ抽選会は2012年6月25日、三回戦は7月20日、プレーオフラウンドは8月10日に、それぞれスイスニオンで実施された。第一戦は2012年7月3日に、第二戦は7月10日に実施された。第一戦は2012年7月17日と18日に、第二戦は7月24日と25日に実施された。 1> 第1戦は2012年7月31日8月1日に、また、第2戦は2012年8月7.8日に、実施された。第1戦は2012年8月21.22日に、また、第2戦は2012年8月2 8 2 9日に、実施された。組み合わせ抽選会は2012年8月30日に、 モナコのグリマルディフォーラムで行われた。本戦出場の32チームが、4チームずつ8グループに振り分けられ、各グループで、ホームアウェイ方式の総当たり戦が行われる。各グループ上位2チームは、決勝トーナメント1回戦に進出。3位チームは、UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦に出場し、そのうちの上位4チームは、 ヨーロッパリーグの各グループ主位の12クラブと共にシードされる。組み合わせ抽選会は2012年12月20日に行われた。第1戦は2013年2月12.139.20日、第2戦は3月5.612.13日に開催された。 組み合わせ抽選会は2013年3月15日に行われた。第1戦は2013年4月2.3日、第2戦は4月9.10日に開催された。組み合わせ抽選会は2013年4月12日に行われた。第1戦は2013年4月23.24日、第2戦は4月30日5月1日に開催された。 決勝は2013年5月25日に、ロンドンのウェンブリースタジアムで行われた。チーム 1V、チーム2、ヨーロッパビッドイズドゥームド2フォールショート。グラスゴーイブニングタイムズ、httpww. w イブニングタイムズ、co.uk、スポーツ、ヨーロッパビッドイズドゥームド2フォールショート。17226052012年5月3日、閲覧。 UEFA サーキュラー18-4-2012-13カレンダーアクセスリスト UEFA スペインサッカー連盟2012年5月3日閲覧 UCL 決勝の主審はリッツオ u リシ EFA.com 2013年5月20日掲載2012年5月21日閲覧ありがとうございます